ます。この男奥村茂雄がやってまいりました。シングルマッチ30分一本勝負を行います。キマラ青コーナー奥村230パウンド奥村シゲオ赤コーナー400パウンドジャイアントキマラ。レフリー和田恭平。奥村澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか、組みに行きます。逆に振り返してランニングストロークネックブリーカー、ロックアップ、逆に振り返した、そのまま後ろに投げてまいります、そのままプレスしてまいります、腕をフックします、ストマックを狙ってまいります、抱えます、プレーンバスター、高速で投げてまいります、組み合います、投げてまいります、クラシカルな技を繰り出してまいります、ロープブレイクであります、フロントからのキック。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか？そうですね、それは聞かないと思いますよ。そうですか、引き起こします、行くのか、エルボーでブロック掴みます、ハンマーを落としてまいります、ガードします、ネックブリーカーを狙って、己の体のみを信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあその男が今夜も重戦車のキャタピラを回していくのでありましょうか。強烈に叩きつける、モンゴリアン打ち込む、アップドロップキック、蹴り上げていく、逆に振り返した、ランニングネックブリーカータップ、そのまま全体重を預けていった、組み合った、逆に振り返してドロップキックが突き刺さる。もう精神力だけで打ってますね。そうですね、なんと逆に投げていった、ガチッと組み合った、巻き投げで切り返した、ブレンバスター行くのか、ブレンバスターで切り返した、逆水平抱えた、いけるか、あと逆に投げていった、キックエルボー強烈、トップロープリングに戻ります、腕をフックした、外した、
その声援に後押しされるかのように入場してまいります。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。保坂、青コーナー、260パウンド、保坂秀樹。青コーナー、240パウンド、太陽。レフリー和田恭平。ケア。運命のゴングが打ち鳴らされました。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？そうですね、みんな緊張していていい顔してますよ。そうですか。リング下に降ります。組みに行きます。サイドからヘッドロックの体勢に移行します。ロックアップ、かわず掛けで倒します。行くのか、ヘッドロックで締め上げてまいります。ここまでまだ始まったばかりなんですが、序盤戦を見ていかがでしょうか？いや、まだ何とも言えないですね。ああ、そうですか。リング内に戻ります。エルボーを入れていきます。リング上はヘッドロックの体勢、掴みます。ガードします。蹴りを見舞ってまいります。足に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ。馬場さん、レスラーというのは本当によく練習するんですが、優秀な選手ほどそれを厭わないですよね。それがなかったらね、やっぱりレスラーとしてやっていけませんよ。そうですね。ボディスラムで投げてまいります。打撃をただ耐えたらね、コブラは名剣って言うんですが、肉離れの症状が出てしまうんですよ。だから上手に組みを取らないとね。なるほど。ロープに逃れます。自ら提唱しているニューブラッド時代を築きつつあります。この太陽ケア、上り調子の太陽はまさに沈むことなく全日本マットをさんさんと照らしてまいります。ロープブレイクであります。肘を打ち込んでまいります。フロントからのキック、ボディスラム、組み合います。逆に倒します。行くのか、切り返します。引き起こします。ブレインバスターに取ります。ブレインバスターで叩きつけます。ロックアップ、アップを返します。抱えます。させません。逆水平、組みに行きます。パンチで返します。あります。スピンキック、組み合います。ボディスラムです。このあたり決まり具合はいかがですか？セットまだ甘いです。なるほど。蹴ってまいります。
そのあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。素晴らしい気配ですよ。逆水平を打っていきます。腕をフックします。エルボー、顔面へのキックです。掴みます。あーっとカウンター。リング上は首4の字固めであります。ロープブレイクであります。掴んだ。決定されました。今2つの魂が1つになってまいります。
めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー300パウンド嵐、235パウンド気合い信風、赤コーナー260パウンド小島さとし、250パウンドジョニースミス、レフリー和田恭平。さあ、運命の鐘が鳴った。放送席はジャイアント孫さんです。孫さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。ライアットスイッチしてまいります。掴んだ、立ち上げ式で打ってまいります。組に行きます。フロントからの締めを見せてまいります。抱えます、 DDT、 フロントに捉えます。蹴りを見舞ってまいります。足を殺してまいります。行くのか、投げてまいります。スリーパーに捉えます。馬場さん、角界では朝起きたら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないですか。そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。はい、掴みます、腕を殺してまいります。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。スリーパーで締め上げます。ここでタッチです。スイッチしてまいります。組み合います、ボディスラムで投げてまいります。そのまま絞り上げます。ロープに逃れます。掴んだ、僕ら専門家がね、こういった受け身の形を見ているとまだフォールにならないっていうのがね、大体わかるんですよ。あ、そうなんですか。足を抱えます、パンチで返します。抱えます、エルボーを入れていきます。フロントからのキック、馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね、面白い才能入りようですね。ここでタッチです。腕を捉えます、耐えます、決めていった。腕を取ります、腕に照準を絞るのでありましょうか。掴んだ、ボディスラムで叩きつけます。ストンピングです。キックを打っていきます、腰を落とします。打たせません、簡単にはいきません。打ち込んでまいります、腕を捉えます、腕攻めに転じます。こういう技なんですが、次の日ミミズバラになるんですよね。そうですね、
チョップであります。ロックアップ、ボディスラムです。組み合います。ロープに来ました。こうやって倒れることがない、一見弱く見えるんですがね、倒れた方が痛くないんですよ。はい、浮き身を取ってるわけですからね、こういうところが面白いんですよ。ああ、そうなんですか。ここでタッチです。立ってまいります。蹴ってまいります。腕を取ります。フロントから落としてまいります。フロントからのキック、ボディスラム、コブラクラッチに取ります。このあたり引き出しの多さというんですか、何か奥が深いですよね。そうですね。抱えます。ハンマーを振り下ろします。組みに行きます。コーナーに振った。10分経過、10ミリスタート。腕を狙ってまいります。引き起こします。エルボーでブロック、ドロップキックを見舞ってまいります。ブレンバスターに取ります。ブレンバスター高速で投げてまいります。乾いた音が館内に響きます。行くのか、ネックブリーカードロップ、参ります。組み合います。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。エルボー、鳥を見舞ってまいります。ロックアップ、ロープに振った。ショルダースルーで投げてまいります。エルボードロップ、掴んだ、させません。足を取ります。ドラゴンスクリュー。リング上は足4の字固めであります。行くのか、フライングメイヤー、いきます。いけるか、巻き投げで切り返した。掴んだ、エルボーを入れていく。組み合った、あっと投げていった、腰に手を回した。ロープに巧みな取り合いのない投げ方が一番危ないですよ。抑え込んで、スイッチ、ストンピングを叩き込む、ガテッと組み合った、顎を叩きつけていく、ガテッと組み合った、バーッと倒していった、足を打ちつけていった、組み合った、投げていった、強
ドラゴンスクリュー、起こした、あっとエルボー、フロントキックコーナーに振った、壊しに行った。さあタッチ。
ります。館内はボルテージ最高。領域に一歩足を踏み入れる、その時男たちの胸には何が巨大するのでありましょうか。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー270パウンドマイクバートン、270パウンドジムアカーコーナー270パウンド天竜健二郎、275パウンド荒谷信孝、レフリー和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。放送席はジャイアント馬場さんです。馬場さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしく。行くのか、ロープに引いて、あっと後ろに投げてまいります。腰を落とします。ストマックを狙ってまいります。ハイな力で締め上げてまいります。ロープに逃れます。蹴りを見舞ってまいります。耐えます。リバースで返します。報酬波という音が店内に響きます。キックを打っていきます。グーを打ち込みます。メイヤー DDT でマットに突き刺します。スイッチしてまいります。引き起こします。組み合います。逆に振り返した。あーっと、やりやった。ロックアップ。フライングメイヤーで倒します。組みに行きます。逆に振り返して。組み合います。投げてまいります。変形の羽交い締めに持っていきます。ロープブレイクであります。フロントからのキック、掴んだ。この辺り切れ味鋭いですよね。あれはすごい重たいですよ。はい、行くのか、倒してまいります。ゴツゴツした鈍い音が響きます。重いチョップであります。組みに行きます。逆に投げてまいります。
ロックアップ、フライングメイヤー、後頭部に打ち込んでまいります。腕をフックします。外してまいります。エルボーを入れていきます。組みに行きます。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを落としてまいります。背後からキャメルクラッチに移行してまいります。ロックアップ、倒してまいります。ここでタッチです。行くのか、逆に振り返して組み合います。パンチで返します。させません。抜けてまいります。腕を回します。打たせません。簡単にはいきません。首自体もそうなんですよね。首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。ガードします。レフトハンドでやった。ブレンバスターに取ります。ストバックに突き刺さります。10ミニッツパス。掴みます。ハンマーを振り下ろします。あります。レスリングというのはね、瞬間に何かが出るというのが一番強いんですよ。なるほど。リング下に降ります。フロントからのキック、組み合います。ボディースラム、リング内に戻ります。立ってまいります。投げてまいります。リング内に戻ります。リング内に戻ります。腕をフックします。させません。振りほどきます。ライアット左腕、スタンディングを取らせます。抱えます。パワーボム投げ捨て。パワー、いや、無意識の中でも振り返るんじゃないかと思いますよね。はい、腕を回した。さあ、首をかっ切った。引っこ抜きか。カウント2つ、惜しい。組み合った。正面から投げていった。ラリアット強烈に締め上げる。ハンマーパンチ強烈。ここでタッチだ。足を抱えた。パッと返した。頭を掴んでチョップで直射方向撃。小股に挟んだ。パッと耐えた。外した。ここでスイッチ。やった。あっと逆にパンチ蹴っていった。あっと倒していった。
本当にすごいですね。Thank you.
かしいとととぼろろろろろ。さあ、リングが暗黒に包まれてまいります。アブドロザ・ブッチャーが入ってまいりました。シングルマッチ60分一本勝負を行います。ブッチャー、青コーナー、ブッチャー350パウンドアブドラザーブッチャー、赤コーナー240パウンド川田トシヤキ。レフリー和田恭平。澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ、表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。組み合います。フライングメイヤー、館内がどよめきます。蹴りを見舞ってまいります。ローを打ってまいります。あっと、エルボー、喉元を狙ってまいります。組みに行きます。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。させません。行くのか、ボディスラムです。打っていきます。投げてまいります。高周波数の音が館内に響きます。馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。足を取ります。パンチで返します。この辺り切れ味鋭いですよね。あれはものすごい重たいですよ。はい、あっと、叩きつけてまいります。デンジャラス系川田俊明、この男の得意技であります顔面へのハイキック、そして垂直落下系のバックドロップといった技は、まさにデンジャラスの称号にふさわしいものであります。脳を打ち込みます。フライングメイヤーで倒します。ゴツゴツした鈍い音が響きます。キック攻撃を見舞ってまいります。エルボーを入れていきます。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。ブレンバスターに取り、打たせません。振りほどきます。こうやって倒れることがね、一見弱く見えるんですよね。倒れた方が痛くないんですよ。はい、受け身を取ってるわけですからね。こういうところが面白いんですよ。あ、そうなんですか。ショルダータックル、ラフサッポーに転じます。このあたり館内もヒートアップしてまいりました。素晴らしいキャブですよ。ロープに引いて、こういうのを見てもちゃんと踏みを取ってます。はい、ですがまずやられることから覚えます。どんな技を取ってもそれに耐えられる練習は毎日やってますからね。
そうですよね。本当にレスラーは日々の努力と言いますが、練習をよくしますもんね。そうです。組みに行きます。ロープに飛ばした。あっと、後ろに投げてまいります。行くのか。逆に振り返した。ヘッドバット、蹴りをぶち込みます。腕を回します。ブレンバスターで切り返した。掴んだ。あっと、逆に蹴っていった。キック、首根っこを掴んだ。顔面へのキック、腕を回した。ロープに振って足を取った。逆にパーチ、タックルぶちかわし、エルボードロップ、強烈キック、頭を掴んでラフに転じる。いけるか。ボディスラムで叩きつけた。正面から投げていった。首根っこをつかんだ。顔面蹴り、3つ入りません。浴びせ蹴り、強烈、10 minutes past. いけるか。逆に振り返して。